なんだ？ちょっと、おしっこしてきてもいい？守られさぞや心強きことだろう。感謝せよ。どんな竜でも心強いってわけじゃなさそうだよ、ミカエル。同じように世界に弾かれ、同じように危機感を持って、でも結局殺し合うしかないんだね、私たちは。立派になったな、ミハイル。ゼロのバカ。これは六人の姉妹の物語。歌の力によって守られる世界だが、一人だけ破滅を望む者がいた。裏切りの歌姫ゼロ。望んでいたよ、こういう狂った世界を。ゼロ様ともう一度やりたかったです。これはご褒美です。私はバカですからね。ゼンダー、ゼンダー。今ゼロお姉様とクレカイを私のために歌ってくれる。はい、どうもいいんです。というわけで、ドラッグオンドラグン3をやっていきたいと思います。オープニングがもう、あ、これちょっと飛んじゃう可能性ある。オープニングがやばいっすね、すでに。かなり、ちょっと鳥肌立っちゃったな。ワンツーをクリアしたってことで、うん、やっていきたいと思います。ゼロ姉様だけちょっと知ってます。うん、かなりキャラが魅力的ですね。いろんなキャラいるみたい。あと、ドラゴンなのかな、あの子。すげえ可愛かった。いきますか、じゃあ。ニューゲーム。ん？まあ、ここはいいか。遠い昔、戦で荒れ果てていた時代。五人の女神がこの地に降り立った。女神たちは歌を歌うことでこの世界に平和をもたらし、我々はそれを歌姫と呼び、信仰の対象として崇めた。彼女たちの力によって戦乱は遠い彼方の記憶になり、光と緑があふれる豊かな大地の上で、人々は幸福な時を過ごし。
想の歌姫様です。あそこだ、殺せ殺せ殺せ、裏切り者のゼロだ。歌姫を皆殺しにするぞ。かっけえ。あ、動けんのかも。震えながら凄まれても迫力ないね。自分の身も守れよ。死んだらどうにもならん。おお、アクションが。とりあえず四角ペンダでガード、あれセレクト、ああ、すごい派手っすね、アクションが。一気にやっちゃってよ。承知した。これから殺すやつの細かいところまで教えるの面倒くさい。ん？ロックオン L1、 さっきのやつか。ガードとかはどうすんだろう。横移動とかないのかな。姫は世界に平和をもたらす存在ではなかったのか。そういう思い込みは良くないと思います。歌姫同士の争いなど。誰か救護班を。このままじゃ歌姫に全員殺されてしまう。その救護班からまとめて皆殺しにしてやる。邪魔だ、どけクソ。妹たちはどこだ。崩せねえな。もちろん、こんなところでグズグズ捨てられるか。派手やな。結構違うな、横移動がなくて防御が、あ、ダッシュ、あ、ニーヤの方に近いのか。じゃああれか、回避とかも。あの巨大な兵士は下でモンスターだ。空からガーナを作り出した動物だ。キーウの法則しやがって。ん？ R1 左スティックです。ああ、そうなんだ。ん？これか。回転率はだいぶいいな。すごいな。連撃ではない。ん？ああ、これであれか、必殺技ワンと一緒な感じか。
ゲージがあるときはそれでいくかとか。あ、連撃あんのか。頭？ん？やれた。おお。乗るんかな。ん？乗れない。分かった。死ぬなよ。さらばだ、若者。殺す。今から目の前に立ったやつ、女でも子供でも老人でも全部殺す。死にたいやつが順番に構うな。かかってくる。ん？歌うたいモード。なんだ？おお、覚醒か。すげえな。さっきの竜、ミカエルか、アンヘルと声一緒だった。ピーターさんでしたね。早すぎるよ。絶対かっこいいじゃん、だってあのキャラ。なんか。歌姫って言ってたんだよな。で、ゼロだから何なんだろうね。ロストナンバーなんかあったんだろうけど、血がすげえな。結構喋ってくれっから被んないように喋んないように気をつけないと。愛する歌うたいの妹たち全員殺すから待って。久しぶり、ゼロ。そうだっけ？いつまでも変わらないな、無茶なところ。褒められると照れるよ。褒めてないが。あ、ゼロ姉ちゃんだ。ゼロ姉ちゃん。ゼロ姉様、もうこんな不毛な戦いやめて。私たち姉妹でしょ。何言ってるの、フォーお姉様ったら。今からゼロお姉様と苦しいほど絡み合えるってのに。大人気だ。長女は辛いね。早速だけど、お別れだ。そう、お別れだ。ちょ、5対 1？旅の準備なんかしなくていい。なんで？ゼロ姉ちゃん手伝ってくれるの？今ここで君
君は死ぬんだよ。へい、まるで攻撃、あ、まるで技なんだ。 SP、 あー、そうなんだ。ガードにゲージ使うんだな。ほんまや、シールドみたいな。囚われの鳥はたとえ壁から出ても自由はない。自由を求む鳥に大空は見合わない。相変わらず何言ってるか分からないんじゃない。する行く手を阻まれることこそが幸福かもしれない。めんどくさい、さっさと死ね。ゼロ姉様、目を覚まして。本当のゼロ姉様はこんな人じゃない。何があったの。辛いことがあるなら私たちに相談してよ。姉妹じゃないの。冗談ね。君たちにお願いすることがあるとすれば、それは一つだけ。さっさと死ね。おう。あらあら、ゼロお姉様とマロウ様は妹にやられてしまうの。どこに目をつけてるんだ、ファイブ。相変わらず負けず嫌いですし、どこに。君と喋っているとは絶妙してくるの。あら、私の大きな胸でお眠りくださいと言いたい気持ちは山々です。戦うしかないこの運命、私は本当に呪います。あと一人か。ん、無理でしょ。おめでたくも魔獣を呼び出すとはな。そいつはもうドラゴンでも何でもない、ただの化け物だ。黙れ。貴様に何がわかる。世界の調和を保つ歌舞台であることを忘れて、一人で全ての力を手に入れようとしている。貴様に何がわかる。ペラペラ喋ってないで、おとなしく殺されろ。弱点はあんのか。尻尾とかだ。いつで。ちょっときつくね。仮面とかハゲねえかな。全部殺すだって。バカなゼロ。さあ、歌おう。世界の終わりを。
すげえこのゲームだいぶ違いますね。データの本、どうしようかな。すごい続けたいんですけど、とりあえずキリが良いので一旦終わります。なんか今までのシリーズと毛色が全然違いますね。これはあのニーヤの後なんですよね。3年後ぐらいに発売されたのかな。だから結構アクションがスタイリッシュになってましたね。回避がかなり強い感じですね。いや楽しみっすね。すごいな、全く今までのと違ってびっくりしてしまった。